本町駅はかつて愛知県名古屋市中区にあった名古屋鉄道瀬戸線の駅である。大正期には外堀沿いに遊園地が作られ、1935年には本町橋を挟んだ駅北西に小混車が移転してきた。しかし市電と並行する区間にある上に多くの列車が東隣の大津町駅で折り返し末期には日中40分をきにしか電車が来なかったため、 利用客は少なかった。名古屋城外堀の中で本町橋の東側にあった。駅設備は相対式ホーム2面2線を有するだけであった。駅の西寄りでは名古屋城の外堀を渡る道路橋である本町橋をくぐるが本町橋の士官が狭くて伏線分の福音が確保できなかったので伏線の線路同士を重ねて単線の用地にはめ込む。 ガントレットと呼ばれる方式が採用されていた。ガントレットは本町駅構内に属するが、1943年、当時の配線略図には、証凡者全信号書と記されている。ガントレットはヨーロッパなどでよく採用され、玉川電気鉄道の双子橋でも一時見られたが、その解消後は日本唯一のガントレットだった。このような構造のためか、 堀川駅本町駅間は一つの閉塞区間とされ、伏線でありながら一列車しか入ることができなかった。なお、本町橋は線路不設と同年の1911年7月に架橋されている。本町橋の主間がなぜ狭かったかについては、急に本陸軍が本町橋の拡張しての架橋を認めない指令を出した本町橋を拡張して架橋するに必要な 追加資金を電鉄側が調達できなかったなど小説ある。開業当時ガントレットは清水橋、久谷橋、本町橋の3カ所に存在したが、前2社が橋の掛け替えや拡幅によって解消されたのに、大使本町橋の主管はその後も拡張されず、当駅のガントレットは廃止島で残った。なお本町橋は現在も道路橋として利用されている。本町駅。 跡地付近鉄道施設はすべて撤去され、跡地は草木で覆われている。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、879ページ。清水武市、田中義人、名古屋鉄道車両市場館アルファベータブックス、2019年、182ページ。松永直行、名鉄沿線歴史のある、風景彫い。 鉄道ピクトリアル第864巻、電気車研究会、2012年7月、149ページ。ますます、石毛を、30年前の瀬戸線の駅配線、鉄道ピクトリアルナンバー6 2 4百9 9 6年7月、増刊号、P131、電気車研究会、1996年。ありがとうございます。